さ、ちょっと一人で貼るのが怖くてさ。そういうこと。そう、ここ持ってきて、みんなで貼ろうかなと思ってちょっと持ってきたんだよね。だけど植物は運んでないんだっけ。そう、これね、今日はこれ貼るために持ってきてるから植物は運んでないのよ。そう、でもね、一応空っぽで持ってくるのはなんだから、こんな感じでね、今日このカバン一つで来てます。すげえ、水とスマホと財布と、そう、イヤホンとね。俺駅で会った時びっくりしたの最初。全然気にしなくて、ジョーゴだった時。ジョーゴいるわと思って行ったら、イヤホンをね、外し始めて、うん、そのバッグの中にしまい始めたから、嘘だろって思って。いつもはリュックしようだよ。そうそうそう。でリュック重いんだよ、やっぱり。重くて、でこれを今日は持ってくるから、こんなとこ入れればいいじゃんと思って。リュックはいらねえと。そう、リュックいらないなと思って、今日。この中に全部入れて、これ持って電車持ってそれ1個できてる。そう、だからこうやって膝の上にこれ置いて。いや、マジで怖い人だから。クーラーボックスをメインバッグにしないから。確かにな、ちょっと慣れてきてるかもしれない、これをバッグにすることに。いや、すごいよ、心臓運んでる人だから。確かに危ない。確かにな、こん中から財布出したらびっくりだよな。こなんかこれガマ口ね。しかもガマ口の財布ね。でマネークリップとカードケースだしね。すごいちゃんとしたバッグになってもんな。本当はもう一本なんか開け入れされてたもんね。あ、そう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 。それ本来の使い方だったよね。確かに確かにね。そうなんだよ。全部一緒に出るから。すげえわ。いいんだよ、その話はいいんだよ。あ、それじゃないか。そう、本題は違うんだよ。シール貼りたいんだよ。シール貼りたいんだよ。やっぱりこの月刊チューズでちょっとさ、ラインナップ見てよ、ラインナップ。はい、いいんだから。やっぱりステッカーせっかくいただいたけどさ、どこに貼ろうかなって迷ったんだよね。そう、これ、ソーラン祭の時のね、そう、にいただいた。フォント当て、フォント当てしようぜ。フォント当て。むずいこと言うじゃん。お、この間いただいたやつじゃん。そう。え、これレアだよね、でもね。このレアだ。デコヤが。お前これ持ってんじゃん。これ持ってんのにあれ持ってないじゃん、普通のやつ。本当だ。普通のやつ持ってくるの忘れた。あれ持ってたっけな、持ってないわ、俺、普通のやつ。持ってきたわけやった。やった。さすがに普通のは貼ろうよ。持ってなかった。だってちっこ月中。ちっこ月中はね、いっぱい持ってる。まあ、あげる用も含まれてる。そう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 。なんでその、入れ物を。アニマルライフストーリー。いいよに入ってんな。100均でしょ、100均。多分ね、多分そうだと思う。こうやってるからね。そう、どこで手に入れたかもう覚えてないけど。やっぱり湿気がね、大敵だから、そうそうそう、ちゃんとジップロックタイプのやつにしまって。デカステッカーと。デカステッカー。デカステッカーもこれ、初版のやつだからね。え、それ持ってたんだ。そう、初版のやつ1枚みんなにもらったじゃん。え、俺持ってない気がする。誰かに渡しちゃったんじゃないの。え、開けてないけどな。多分足りないからっつって俺からなんか誰かにあげたのかもしれない。あー、かもしれないね、うん、デカステッカーもある。そう、これを全部貼りたいんですよ。なるほど。そう、だからどういう配置で貼ろうかなと思って。はい、とりあえずもう今くれてる人はやっぱ表面に揃えたいんだよね。最初はもう表から攻めてくる。そう、表から攻めたい。でよく考えたらこれ表から攻めたら速攻で月刊チューズで知ってる人だったらバレちゃうよね。いや、まあでもあなたの顔見たらバレる。そうか。いや、そう、ステッカーじゃない、見るのはそこは見ない。ヒゲから見るとジョコだ。そっか。あ、ありがとう。ちょっとマウント取っていい。うん、俺このバージョンも持ってるんだ。うわー、なんかトゥルトゥルしてる。なんかサラ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 バージョン。サラサラ。あ、これもサラサラしてない。これもサラサラ。ありがとう。いや自分で手に入れたやつは貼らないと。まあそうだね、そうだね。え、これもいっちゃうの。いっちゃう。え、贅沢だよ、それはちょっと。いっちゃう。もう正直これ貼ってるっけ。俺それ持ってないもん。しかもこれさ、初版じゃない？初版だよ。初版のやつ。初版誰も持ってないよ。じゃカットのこのね、これが違うんだよ。初版だよ。そう。
初版にみんな1枚ずつもらったじゃん、うん、それがずっと手元にあったからさ、そうだ、持って帰っちゃうから、そう、肥やしにしたらやっぱ良くないからさ、ちょ、俺にちょうだいよ、ダメだよ新しいのあげるから初版ないの、初版ない、じゃあ、じゃあいい、初版のやつが回収だよ、はい、これ袋、はい、これ袋、はい、初版の袋、初版の袋なんで持ってんだよ違う違う、もらったらすぐ家持って帰っちゃうから、そうで、使わないから、使わないから、そう、そう、基本的にコレクター収集癖があるから、そうね、初版じゃん、初版すげえなお前シュリンク付き、シュリンク付きシュリンク付きもう綺麗にポカンしてたから、でもやっぱでかいのをメインで最初に決めた方がいいのかな、うん、この前もちょっと話したんだけどさ、やっぱ俺なんかザックバラに貼ってくじゃん、よくパソコンとかに貼ってきてるじゃん、はいはいはい、スーツケースとかさ、センスないんだよ、いやでもそんなことないよ、センスないんだよ、貼ったらもうそれっぽく見えるって、でもそれこそさ、あーありがとう、そうか、あなんか全然違うじゃんね俺の初版と再版のこだわりはないから全然大丈夫、例えばさ、じゃあさ、シュミカさんこれ貼りますと貼りますってなるじゃん、うん、でその横にじゃあ谷中さん貼りますってなった時に、うん、こう貼るのか、うん、こう貼るのかによってどっちをリスペクトしてるんだっていう戦争が起こる可能性があるじゃん、ないよ、ちょっとなんでシュミカさんの上に貼るんですかっていう過激派もいるかもしれない、なるほどね、それ言っちゃったらそうなっちゃうだからシンプルに考えて、こういうのは手に入れたもの順にすればいいんだよ、ああそうかそうか、出会った順、出会った順ね、順番に変えていこう、まずこれじゃないですか、そうだね、まあ、月刊中世のね、ここが最初ですよね、うん、初期、はい、その後で、まあ矢壁さんはもう一番最近だから、うん、最近、そうだ、一番最近いただいたから、でこれ総乱祭をベースにするとここじゃないですか、で谷中さんもでここだよね、あ、だから総乱祭、ここ総乱祭じゃないですか、ここ、そう、そう、これはね違うのよ、あ、これもっと前、これ夏休みなの、夏休みってことだ、あ、じゃあそこじゃん、これ夏休みなの、え、両方違う、これ丸型がこれで、あ、そうか、そうか、そうで、こうだよ、こうだよね、で、こうじゃない、あ、じゃこの順、この順だ、この順だよ、こ、確かに順番にすれば失礼ないね、失礼ない、失礼ないね、そう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 、ってことは、ま、でかい月中のやつは俺的にはここにもう一番目立つところに入りたい、うんうんうん、いいじゃん、いいじゃん、そう、真ん中に、中にペンって入りたい、これ行こうよ、じゃあ行こう、ペンって入りたい、一回貼っちゃいな、これ剥がせるから、そうだね、あー、中身がちょっと手出しますね、よかったね、植物入ってなかったさささってなっちゃった、いけなかった、この動画どこに需要があるの？ねえ、いや、これから皆さんこれ貼ってくださいねっていう、あ、なるほど、あった時貼ってくださいっていう、ね、あ、これから貼ってもらえばいいんだ、そう、もらった時、そう、好きなところにってことはずっと持ち歩かなきゃいけないちょ、だいたいイベントとかだろ、会うのはその時は持ってってるんだろ、結果わかんない、わかんない、わかんない、だから脱脂した、脱脂、脱脂のタペタペタみたいな、あ、油をスマホの画面シール貼るみたいな、そうそうそうないな、そのテープが、よし、俺、かけちゃんないじゃん、あ、ほんとだ、かけちゃんのやつね、俺もらってないんだよえ、そう、かけちゃん俺だけかな、そうそう、俺もらってないんだよ、かけちゃんのシールってどんなシールだっけ、あ、そっか、そう、あのロゴマークか、かけちゃんのだ、あればこうやるけど、もらってないならあげない、ここちょっと上目のね、いや、でも上にも貼りたいんだよな、ドセンターがいいんじゃない、ドセンターだよね、もうちょいした、もうちょい、うん、もうちょい、うん、あー、行き過ぎです、うん、ちょっと上だおいもうちょいいいんだよ、貼、まあ、って剥がせっから、ここでここでもういいじゃん、まずね、まず1枚ね、これはなんか、あ、なんか上の方がいい、上の方とかなんか、なんかここ、なんかこれ剥がれるよ、ここ、ここで拭いてたらこれザラってなるからここがあるちょっと幅が足りないじゃん、そこちょっとあれだな、裏に貼ろうかな、裏とかでもいいかも、ね、裏に貼ろうかな、これは裏の下とかでもいいんじゃない、そうやつ、そう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 、なんか左下らへんとか、あ、手紙のね、うん、左下がいいんじゃない、左下なのか、うん、いや、助かるわ、そういう風に言ってもらえると、も
この人月刊チューズデーというものが好きなんだなと思われる。え、あ、そっか、ごめん。右下、右下がいいんだ、うん、いいじゃん、いいじゃん。エンドクレジット次のこれもなんか自分たちをフロントに押し出しちゃうと、うん、ちょっとなんかダサいから。そうそう、これも裏だよ、裏。これも裏ね。裏っていうか、なんなら横、横。俺もう全面月刊チューズデーだ。センスねえか、センスねえか。それ、それにしよっか。それはあえてのこう上とかね。上ね、うん、よし。あ、でもこれはこう並べていくから、うん、今後シリーズ化されて、まあまあそうか、こうなんかこう並べていくイメージでこうやっていくっていうのもありだよね。だったら丸いのは横に並べていく。横にかけてきた。でも皆さんとお会いしたときにあれだよね、やっぱ面が広いところを使えた方がいいから、うん、ってなるとやっぱ横だよね。そうなんだよ、ね、でも後でいいんじゃない、これとこれは一旦。そうだね、そうだね、自分たちの後でいいや。そう、後ででももうこれで完成してんだよな。やっぱ翼さん、翼さんだよね。やっぱ一番最初もらったときどこ貼るかって言われたらやっぱそこだよね。そうだよね、やっぱ左上だよね。左上だよ、左上だよ、すごい左上。白が透明？あ、これ枠があるんだ。え？あ、なるほどね。特殊仕様。ああ、なるほどね。そういうことか。ちょっと角丸いタイプのシールだ。本当だ。こういう作業すると腰痛くなるんだよな。やばいやばいやばい。ああ、面白い。結果これ、結果これ。行くしかない、行くしかない。いい、行く、行く、行く。次谷中さん。谷中さんかな。さん横に貼っていこうかな。こっからだよね、こっからのバランス、こっからだよ、こっからなんだよな。そうだね、うん、でもこの残りのスペースにシュミカさんいけんじゃん。真ん中に行ったらここに行ける。いや、シュミカさんもうここだろ。シュミカさんそこだろ、ずらしなし。さん、でも俺谷中さんはね、やっぱりこう真ん中の上に張りたい。そこはなんか谷中さんは張りたい。一回一回シュミカさん忘れよ、うん、リスペクトしてるから。一回一回絶対に真ん中の上。でもあれなんだね、やっぱ張ってってから考えるんだね。張ってってから考えよ。張る前に並べることもできたんだけどね。でもそれはさ、今しかできないじゃん。今しかできないから今後の、今後のこともジョボにこう教えてあげないといけないからね。そうだね、うん、教えて。そう、そうか、よし、いいよ。で、次にシュミカさんでね。実際シュミカさん、そうだね、この日、この日は多分翼さん、どっちが先だったっけ。多分こう、あ、こうじゃない、こう、こう、こうじゃない。そうだね、うん、シュミカさんだ、うん、これだよ、ここだよ、ここ。これ今、低評価タイムです。ちょっと浮いてるな、低評価タイム。ちょっとな、空気はちょっと、まあ、いいや、ないよね。あ、でもそこだな、やっぱ冗談だよね、冗談だよな、冗談が丸いよね、丸い、いろんな方面考えても。それが丸いよ。いやいや、これいいな。ステッカーの行き場あるもんな、これ。そう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 。なんかすごい豪華な、豪華な裏面してる。貼って剥がせるタイプそれ。再剥離可能？いや。うんうん。いいんじゃない？シャ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 。分かってくれる主人かな。いや、結構豪華なバッグだよ。いやー、わかるわかる、いや、わかる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 、これこの太さね、これいられで作った、いや、わかる、もう太さね、もうね、これいられで作ったらそうなっちゃう。データ化してほしいこれ。でもね、真ん中にしたかったの、こっから見ての谷中さんは。ここのセンター取りたかったの。センター取りたかったんだ。これセンターでいいのよ。これはだからこうじゃないですか。でもそれはしょうがない、出会った、出会った順番でしょうがないよね。で、シュミカさんをもうちょい外にすると外れちゃうんだよ。こう外れちゃうんだ。妻さんがより外に出ちゃうからね。そう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 、もともと外側なんだ。より外側
になっちゃうから。本当に本当にソロみたいになっちゃうから。ソロみたいになっちゃうから危ない危ない危ない。丸いシール、丸いシールと四角いシールで分ける。丸いシール裏で集める。いやそんなことない、そんなことない、そんなことないよ、そんなことないよ。縦ラインに翼ささんになっちゃうな。それちょっとダサいね。縦つばです。縦つばちょっとなんか嫌だね。こうどう、一緒だったもんね。一緒だったから、あえてのこっからかぶせてくスタイルはちょっとだけ、うん、ちょっとこう乗っけてく。この二人はかぶせてる。でもいざブログを見たいってなったら QR これ使えるもんね。あるかぶせられるよこれ。今後のことも考えてこうなる感じかな、うん、このお二人はかぶせられてもあれかな、大丈夫なのかな。大丈夫じゃあこうかな、こんな感じ。いこうこれ記事に寄せたいな。違う、これは出会った時はもう一緒だからね。一緒だから。そういうこと言って言ってよ。いい、先立ちしてよ。先立ちして。いや最初からこうやってレイヤーと決めてからやるよ。出会ったとかじゃなくてさ。でも俺とジョブは違うから。出会った時のことを言ってるから。今度考えてる余裕ないから。しかも今後こういうところにも貼られるから。そう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 、きっと誰かに貼られちゃうから。ここにも貼られちゃう。貼られちゃう。こんな綺麗に貼る人上に重ねないと思う。だからこれあえて重ねるという崩しを使うことによって重ねやすくなるという。あれね、いいじゃん、重ねた方がお二人も喜ぶよ。そこは月中にも重ねちゃっていいかな。月中にも重ねちゃおう。いいね、いいよ。そしてこれは下なのか、並列にした方がいいのか。でもちょっとここはそう、デザインを優先、デザインを優先させて。楽しいこれ。やっぱりみんなでワイワイやるの何でも楽しいな。いやいいな、俺も貼りたくなってきたな。全然剥がせねえ。これはもうちょっともう、こんな感じで貼らせてもらおうかな。いいと思います。いいじゃん、いいね。あえてちょっとここのこの整列具合をちょっとこう崩していく感じ、いいよ、いいよ。でモンキープランツさんをこれは多分これをもらった時に今後のことも考えて、ちょっとあえてこう左下に詰めちゃうと。下の方にね、でちょっとここの空白を開けとくみたいな。ああなるほどね、ちょっともう一旦ここで表面完成させとくみたいな。で、あとはちょっと表面のもらったいただいたステッカーのサイズを考慮して貼っていくみたいな。はいはいはい。妄想してるわけね。そう、妄想してる。もう誰からもらえないんでしょ。違う、まだもらってない。まだもらってない。まだ出会ってないから。まだこの時にはもう一人ずつ思い出しながらやってる。そう俺、サボテンの埼玉支部だから。そうだよ、サボテン広報学会の。いいよ。で今後細長系もここに行ける可能性もあるし。確かに。いけるいいね、でももらったのは四角形だ。そう、すげえ四角形だわ。ここで、あ、どうしようってなるわけですよ。確かに。あ、どうしようってなってどうするかだよね。一旦そこをぴったりはまるとこ。いや裏行くか。2枚やることをやっぱ考慮すると、1枚はこれここかな。そんなでかかったんだ。いやもうここじゃない、シンプルに。まあそれはそこだろうな。シンプルにここじゃない。でこれは裏で。裏なんだ、裏か。どっちがヤガベってなったらやっぱこっちじゃない。そうだね、やっぱロゴとしては。そうだね。え、上ヤガベ下ヤガベ。下ヤガベって考えるとやっぱ翼さんのやつはもう1枚いただいてるから裏でもよかったよね。そういうことだね。でももう貼っちゃった。いいんだよ。出会ってない。出会った時に貼ってるっていうふうに今そうしてる。出会った時に貼ってる。出会ってるからしょうがないよ。ここがいいって言ってたんだから。
言ってたんだ。言ってた。言ってたんだ。なるほどね。おばさんがこうどこがいいですかって言ったら、じゃあここでって言ってたんだ。そうそう、ちょっと貼らせていただきますって。なるほどね。で、私も、ああ、なるほどね。そのパターンね。お、いいんじゃん。あ、いい、いや、一気に閉まったね。黒が入ってね。この下にこうモノトーンが入ったことによって、グッと閉まったよ。マットだしね。閉まった。いい感じ。で、これなんだよね。で、これはやっぱ裏じゃない。裏じゃない。裏行く？裏じゃない。あそこじゃん、そこ。やっぱここいいよね。ここね。かわいいじゃん。エクンチューズの上にあることによってかわいいな、これ。ここにしよう。じゃあそこにしよう。そこはもうね、お好きなように。これも縁。縁系？縁系だ、これ。使ってる？全く同じタイプだ。地形だ。あ、でもさっき後ろ透明じゃなかった？透明だ、うん、ちょっと違うね。違うところだね。キラキラしてるし、ホログラム加工だ。あ、いいね。よし。あ、かわいいじゃん。なんか下色違うんだこれ。うん、そう、影みたいな感じで。あ、ちゃんとなんか壁と下みたいな感じのカラーが違うのかな。いいね。よし。で、ラスト。あとは自分たちよな。うん、まあ、これはもうこれでもいろんな今後展開される可能性あるわけだもんね。展開されます。ってなったらそれはそれでなんか揃えておきたいんだよな。かっこいいじゃん、もうすでに。スポンサーみたいな。なんかね、勝手にスポンサーに貸せちゃう。スポンサーみたいな、なんかスポンサーみたいだよ。なんかいいよ、月刊チューズで囲んでくれて嬉しいよね。嬉しい。勝手にやってたから。いや、みんなこんな支えてくれて嬉しいわ。勝手にやってたから。ありがとうございます、本当に。勝手にやってたから。いや、みんな支えてくれてるわ。裏面に並べてくる。でも裏面並べてた時にここに貼ってくる人出てくると思うんだよ、ね、そうで、そうなると、島村園芸でもそうなっちゃってるから。ああ、そうだよね。だってやっぱりこっちの側面にして3列3できるように。3-2-3かな。下3行く？無理か。3-2-2ちょっとカーブも考慮していけるか。いや、もう3-3-3-3じゃん。3-3-3、うん、3-3-3側面行きましょう。これ大事だよ。こう右手で持つときに、うん、こう右前になるパターンか、うん、逆に後ろパターン、後ろで見せるパターンか。あー、後ろ見せるパターンか、フロントを見せるパターン。後ろ見せパターンの方がいいかもしれないね、うん、じゃあ後ろにしよう。でも俺左手で持つから、うん、こっちだ。じゃあそうだ。いや、でもその一個があるかないかで全然違うからね。そうだよ、大事大事。いつもここで苦戦すんだよな。やっぱ丸ってちょっと剥がしにくいのかな。お願いしていい？でもこれは安に貼ってほしいかも。月刊中世の、ね、実際そういう風にしたいわけだからね。安に貼ってほしいかも。好きなとこ貼ってくださいっていう。いただきました。よいしょ。すっげえ空気入りました。いや、全然いいんだよ。あれない、あのスマホのスマホのなんかヘラみたいなやつない。まあ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 、いっか。また作りたいね。なんか揃えていく楽しみが増えたわ。これなんか植物系の方たちじゃないと発注できないとか。うん、出会ってステッカーさえ持ってれば、うん、OK。 なるほど。視聴者さんでもステッカー自分の持ってたら、うん、OK 断らないよ。あなたのは嫌ですとか言わないよ。なんかほら、植物関係じゃない人のステッカーもあるかもしれない。ああ、まあ全然いいかな。だって現に俺今日これバッグにしてきてるし、普通に
一応名称は植物運搬バッグだけど全然構わない、まあ、お店とかのねステッカーとかね。これは JPP さんのあれないじゃんステッカー。 JPP さんのステッカーいやもらったよ、俺パソコンに貼ってるもん。俺じゃあカバンの中だ。じゃあいつかまで持ってこなきゃ。なるほど、そうだ JPP さんはあの多分トートバッグの中だ。かっこいいかもしれない。なんかいい感じだね。うん、キャンプっぽいなんかなんかにきっと2回行ったんだろうね。そうだろう、同じ主催のやつに2回行ったんだろうね。そうだ、違う時期にね、うん、行ったんだろうね。いやどうすか、素晴らしい。ちょっとなんかいい感じになったね。いい感じになった。俺裏面も好きかもこのシンプルな感じも。でこれ電車でこうやってこう持ってるわけでしょ。そうこうやって電車でこう乗っててこう持ってる時に前向かいの人に植物好きですかって。そう、多分言われるよね。植物好きですかって言ってくる人はこの顔見たら分かる。いや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  YouTube 見てない可能性あるから。見てない可能性あるから見てないで知ってる。いやいやいや、分かんないけどでもでも気にはなるとだって。おもと好きも網羅できてるし。そうだね。で、サボテン好きも網羅できてる。鉢もある。すごいよ、いろいろ網羅できてるよ。ウィンゾリーも網羅できてるし。逆に知らない人に広めた方がいいんじゃないかな。何それってステッカー今度やっぱこんぐらいの QR コードをこうあとは裏面後ろに後ろに後ろに俺らのちょっと一駅ごとにこうしてで向こう越しからもカメラで QR コード読めるぐらいのそれもいいねあそれしようよ、それしようしようよって、ね、QR コードしようこれら。でいずれ誰かに上に貼られて呼び込めなくなるんでしょ。それはしょうがないから今だけねえ。いいじゃないですか。すごくいい、すごくいい。遠目で見るとすごくいい。遠目で見れない。すごくいい。あでも合ってる合ってる、うん、なんかいいね。味気なんか保冷バッグからちゃんと植物運搬バッグに生まれ変わった気がする。生まれ変わった、うん、やっぱまだちょっと釣り感はあるけど、まあ、若干ね釣り感は。釣りチャンネルかなって思われるかもしれない確かにダイバーとか言ってる。あとシール貼ってるからもう釣り用になる。なんとか園芸っていうシールが欲しいね。確かに。なんとか園芸っていうシールが欲しい。ぜひじゃあなんとか園芸って人お願いします。お願いします。シール買ってください。島村園芸のステッカーとかね作ってほしいよね。ね。勝手に作っちゃう。ああ。今日ちょっと許可もらおう一旦。もしくは作ってから許可もらいに行こう。作ったんですけど。お店の前に置いてくれませんか。1枚欲しいんですよ。じゃあこれから増やしていこうね。はい、いろんな場所に持ってきますので、ぜひ見かけた方はシール持ってたら貼ってください。お願いします。お願いします。